ッシーの気楽サイクリング。はい、おはようございます。コッシーです、時刻は朝の6時ちょうどぐらいです、とても、ね、気持ちよく晴れていて、風もまだ涼しくて心地いいんですけども、今日、ね、日中の予想最高気温は30度超えるので、猛暑日になるみたいです。まあ、こう暑いとね、あまりロングライドする気にもならないので、まあ、今日も近場で、ソフトクリームとかクレープとかちょっとスイーツを食べに行こうかなと思ってます。で、3キロぐらい走ったところでですね、ツールボトルとお財布を忘れて出てきたことに気づいたので、今家に取りに帰っているところです。まあ ADHD なのでこんなのはもう日常茶飯事で慣れっこですけども、まあ、とりあえず一旦返してもう一回再スタートしたいと思います。はい、家に戻って取ってきました。ツールボトルとあとお財布です。これは、イルビゾンテというメーカーのお財布で、まあ、結構もう長く使ってるんですけども、でそんな別に高いメーカーのじゃないんですけども、結構気に入って使ってます。で、忘れ物で話が中途してしまったんですけども、今近場のスイーツライドということで、まあ、とりあえず今この時間はまあどこもやってない、当然やってないので、まあ、江戸祭を適当に軽く流した後ですね、野大豆で少し小休止をして、その後開店時間に合わせてフルーツランド引き任せさんに行って、まあなんか、まあ、スムージーかソフトクリームかなんかいただいて、その後、道の駅昭和に行って、お目当てのクレープを食べたいと思います。僕クレープが好きなので結構いろんなところでクレープ食べるんですけども、道の駅昭和のクレープって結構ね、ホイップクリームが多くて、デフォルトでも結構多いんですけども、ホイップ増しがいくらだったかな、プラス50円だか100円だかするとホイップ増しできるんですけども、ホイップ増しをするとなかなかのボリュームのホイップクリームが乗ってるので、すごくね満足度が高いんですよね。周りの人からそんなにホイップクリーム食べて気持ち悪くならないのって言われるぐらいホイップクリーム好きなので、結構三つ駅昭和のクレープは一押しですね。まあ、とにかく自分は甘いものが大好きなので、もう甘いものなら、まあ、洋菓子和菓子問わずどっちもいけます。まあ、あと辛いものですね。辛いのも、まあ、大概のものは食べられますね。今まで辛さが分かんないわけじゃないですけど、まあ多分人よりは、まあ、辛いものに対する耐性が強い方だと思います。今まで食べた辛いもので辛くて食べきれなくて残したものは多分一度もないですね。で、苦手なのは酸っぱいものと苦いもの、この2つがもうどうにも苦手です。ちなみに今日は久しぶりにネオプリマートに乗ってきてます。やっぱりね、ネオプリマートが乗ってて一番気持ちいいですね。なんかなんていうんですかね、表現は難しいんですけども、なんか乗っててね、しっとりしてるというか、気持ちいいんですよね、乗ってて、うまく表現できないですけども、すごくね、乗り心地がいいってわけでもないんですよ。乗り心地だけを言えば、バリスティックの方がね、全然乗り心地いいんですよね。単純に乗り心地って、フレームの素材とか、フレームの特性とかよりも、ホイールとタイヤの方がよっぽど影響が大きいので、柔らかいタイヤと、あとまあ空気圧と、あと柔らかいホイール履いてればガチガチのフレームでも結構やっぱり乗り心地っていいんですよ。なので7005番のアルミを使ってるバリスティックでも、スピナジー の PBO スポークのホイールを履いてるおかげで乗り心地はね、黒森より全然いいですよ、このネオプリマートよりも。ただまあ単純に、ね、乗り心地がいいからじゃあいい自転車かというと、そういうわけでもないので、やっぱりネオプリマートが一番好きは好きですね。ただやっぱり、ね、黒森鉄なんで濡らしたくないっていうのもありますし、天気が微妙な時はどうしたって乗るのどうしようかなって思っちゃうので、まあ、そういう面でもね、普段はどうしてもバリスティックの出番が多いんですけども、まあ、雨の心配がない時はこのネオプリマート乗るのが一番楽しいですね。もちろん重いしもっさりはしてるんですけど、まあ、僕の用途から言えばそこまでね、別にそんなキビキビ走ってくれなくても全然 OK なので、まあ、先週土曜日かな、久しぶりに SK 乗って、すごくキビキビは走ってくれるんですけど、
まあやっぱり自分の用途に合ってないなってつくづく思いましたね。まあ、だからといって手放しはしませんけども、スケーティングはやっぱりなんだかんだ言ってすごく所有していて所有感が高いので、コレクションじゃないですけども、まあたまに乗る分にはいいかなぐらいの感じで、もう人から盆栽と言われようが床の間バイクと言われようが、他人にどう言われるか気にしてもしょうがないんでね、そんなの大きなお世話ですし、誰に迷惑かけるわけでもないので。はい、そうこう言ってる間に江戸祭に入るスロープまで来ました。重い、もうたったこれだけの上りでも嫌ですね。なんかもう息が上がってきました。今ね6時半なんで、6時40分なんですけども、なんかもうねすでにね暑いです。家出た時はまだ風が涼しかったんですけど、なんかもうすでにね風も生ぬるくなってきました。はい、とりあえず関宿城に到着しました。ちょっとここで少し休んで行こうと思います。はい、関宿城での休憩も終えて、野大豆に向かいたいと思います。で江戸祭そのまま戻ってもいいんですけども、とりあえず種祭で、近くまで行って、途中で離脱して一般道で野大豆に行こうと思います。種祭まだ10分ぐらいしかしてないんですけど、なんかもう飽きましたね。全然景色変化ないし、なんかもうこれならね一般道走ってる方が楽しいですね。まあ路面そんなに荒れてないし、歩行者も自転車も少ないんで、まあ、走りやすいっちゃ走りやすいんですけど、まあ、いかんせん退屈ですよね。今日ネオプリマートでアクションカムのマウントが常設じゃないんで、ブースネックでマウントしてるんですけど、なんかなかなかしっくりくるポジションが見つからず、なんか視点がコロコロ変わってすいません。それにしても退屈な道だな。はい、前方に橋が見えてきました。下総利根大橋っていう橋で、以前は有料だったんですけども2020年に無料開放されました。なんか雲行きが怪しくなってきたな。やだな、黒森の時で振られるの。はい、で、下総利根大橋をくぐった後、一つ目の、右側に降りる舗装のスロープを降りていきます。くぐってすぐ砂利のスロープはあるんですけど、舗装のスロープです。で、目印はね何もないんですよ。あれ、雨降ってきた。あ、自分の汗でした。太ももに今ポタポタ水滴落ちたんで雨かなと思ったら汗でした。で、どんつきを左に行きます。はい、また突き当たりになるので右に曲がって橋を渡ります。あとはこのまままっすぐ行くと、もう流山街道に出ます。はい、この前の信号が流山街道です。この荒宿っていう交差点を左に曲がると、もう100メートルもないぐらいで、紀八道さんがあります。で、右に曲がると、野大豆方向です。で、紀八道方面から野大豆に行くときは、この野田市、関宿総合公園という体育館がある公園があるんですけども、この公園過ぎてすぐの D 字路、ここですね。ここを左に曲がっちゃった方が、流山街道は交通量多いので、もうすぐ路地に逃げちゃった方が安全だと思います。で、ここは道なりに、直進しながら左ですね。まあ、カーブミラーとかはあるんですけど、まあ、安全確認をして。で、最初の、D 字路。ここを曲がります。そうするともうあと数十メートルで野大豆です。はい、到着です。今日は無人営業なので誰も来てないと思います。これでちょっと、休憩しつつ時間を潰してフルーツランド気まかせに行きたいと思います。野大豆で休憩も終えて時間もちょうどいい感じになってきたので、フルーツランド気まかせに向かいたいと思います。それじゃ出発。思ったけど車来たから。
ちます。はい、出発。フルーツランド気まかせはね、少し前の動画で紹介した通り大豆からそんなに離れてないので、まあ、ちょうど着いてオープン時間ぐらいだと思います。はい、到着しました。あ、ちなみに、野大豆からフルーツランド気まかせまでのルートについては、前回ここに来た時の動画を概要欄にリンクを貼っておきますので、よかったらそちらの方もぜひご覧ください。これが気になりますね。トリカルフルーツソーダ、パイナップル、マンゴー、みかんの通風果肉がたっぷりだそうです。どれにしようかな。パイナップルスムージーがなんかさっぱりしそうですね。よし、決めた。今日パイナップルスムージーかな。はい、今回はパイナップルスムージーを注文しました。じゃあパイナップルスムージーいただきます。パイナップルマジでうまいです。前回の桃もすごい美味しかったんですけど、パイナップル結構おすすめですね。すごいさっぱりします。さっきスタッフさんから声をかけられて、僕が初日に来て動画撮っていたのは覚えていてくれたみたいで、動画もね、見てくれたみたいです。すごいありがたいことです。であと動画を見てここに来てくれるお客さんもいるみたいで、まあ、お役に立ててよかったなと思います。もうなくなってしまう。名残惜しい。ごちそうさまでした。はい、フルーツランド気まかせさんで休憩も終えたので、次は、道の駅昭和に向かいたいと思います。いや、それにしても暑い。多分もうね、32、3度いってるんじゃないのかな。あ、そういえば初日に来た時はまだサイクルラックなかったんですけども、もうサイクルラック完備になってます。しかもね、結構長めのサイクルラックなので、グループライドとかで来ても大丈夫じゃないかなと思います。さてと、ここからどうやって行こうかな。道の駅昭和はもう16号の近くなので、一旦右岸に渡って琉球館のところから一般道を抜けていくかな。いや、それにしても暑いな。最高上だともう気温がね、37度までいってます。こう暑いとクレープのホイップクリームもなんかあっという間になんかドロドロに溶けそうですよね。はい、右岸に出ました。ここから琉球館まで、江戸祭で行って、そこから一般道に出て道の駅昭和に行きたいと思います。いやー、本当暑いな。もう早く家帰って涼みたいです。そう、シャワー浴びて、水シャワー浴びて。じゃあここでお疲れ様です。江戸祭とか関跡城でよく会うピスト乗りの大先輩です。マスターズの、ね、トラック競技とか出てるみたいですね。昔、何年か前、まだ僕がトライアスロンやってる頃、もがき連の後ろ、一緒に走らせてもらったことあるんですけど、もう僕が全力でもがいても全くついていけませんでした。すんごい速いです。はい、ここから一般道です。
はい、4号バイパスまで来ました。ここからは4号バイパスの側道を行きたいと思います。はい、道の駅昭和です。裏から入ります。はい、到着です。はい、自転車も止めたのでクレープを買いに行きたいと思います。はい、チョコレートの、クレープです。どうぞ。これなかなかの太さじゃないですか。これポッド増量プラス50円なんですけど、デフォルトでノーマルで450円なのでプラス50円してもこれでね500円なんですよ。他のクレープ屋さんよりも多分ね太くてホイップもたっぷりだと思います。じゃあ早速いただきます。あー、うまい。これもしかしたらね、ホイップ増量ダブルもいけんだかもしれないですね。次来たらダブルお願いしてみよう。太いですよね、絶対ね、これね。結構ね、ホイップクリームがパンパンに入ってます。ただこれね、食べづらいんですよね。ホイップクリームってなんでこんな美味しいんでしょうね。あ、もうゆるい、ゆるゆる。このホイップクリームとチョコレートソースがもう最高に幸せです。あー、ここから先ハードル高いな。なんか崩れてる。もう熱くてね、すごい、もうホイップがゆるゆるになってます。わー、ごちそうさまでした。あー、大満足です。ほぼお湯はい、というわけで今回は、スイスポタということで、フルーツランド気まかせさんでパイナップルスムージー、道の駅昭和で、ホイップクリームたっぷりのクレープをいただきました。もし面白かったよとか、美味しそう、行きたくなった、食べたくなったという方はグッドボタンの方よろしくお願いします。お気楽サイクリングでは、ガツガツ走るだけがロードバイクじゃないをモットーに、これからもいろんな情報を発信していきたいと思ってますので、もしよかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは今回も動画のご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイビー。